はい、おはようございますえー、ある意味今日やるこの箇所というのは、えー、クリスチャンとして生きていく者にとってこのテキストの中で最も大切な章の一つということができるかもしれませんすべてのクリスチャンはただ救いをいただいたのではなくてシューイエスご自身から証明を受けている召されてクリスチャンになったのだ、えー、そして 一人一人がその人生の中ですることはそれぞれオリジナルな歩みがありますけれどもすべてのクリスチャンが共通して3つの飯に預かっている教会を建て上げること福音を広める働きに預かることそして自らがキリストに似せられ成果していくこの3つの大きな柱のために各自のそれぞれの個別の飯があるということでした。 そしてこの3つの中でも中心に位置づけられるのは教会を立て上げるとということなんですねさて前回「新約聖書」に出てくる教会には普遍的教会行動教会とかキリストの体なる教会とも呼ばれますが普遍的教会と地域教会の2種類があるということを学びました。普遍的教会とは最初に救われた1人 仮にそれがペテロであるならば、ペテロから始まって主が再臨される、敬居される時まで、全時代の、全世界の、全てのクリスチャンがキリストの体の構成要素となって完成していく教会。地域教会は、そのいわばミニチュア版とも言うべき、各地に置かれた目に見える具体的教会。 私たちはその中の一つである前橋キリスト集会という地域教会に属しているわけですね。えー、教会を立て上げるという使命は、究極的には普遍的教会、キリストの体を完成させるという働きです。その全ての選ばれていたものが加わるために、福音選挙がなされます。そして、 その体全体が調和のうちに、キリストに似せられた性質として、一人一人が変えられていく。その一人一人の変えられる過程が成果です。そして、体が一人の体として、一致のうちに、内面的にも、構成要素の面でも完成していく。これが、キリストの体なる教会の 立て上げ。完成に向けての働きなんですね。あまりに壮大で、全世界的、全時代的ですので、これを把握しきれる人はいません。ですから、各地域に置かれた、その地域協会という、いわば普遍的教会のミニチュア版である、この教会を立て上げることを通して、私たちは、 普遍的な教会の立て上げに関わっていく、携わっていくということなんですね。まあ、ですから、ほとんどすべてのクリスチャンにとって、自分の属する地域教会を立て上げるということが、まあ、実際にはこの種の使命に具体的に応えていく方法ということになるわけですね。私たちにとっては、この前橋キリスト集会を立て上げていく。 それが結果として全世界的全時代的なキリストの体なる教会を立て上げていくことに携わるのだということですね、えー、今日からより具体的な話になっていきますそして次回はいろんな具体例とかアイディアとか実例も踏まえながらより実践的なことをお話していきたいと思っています、えー、今日と次回それぞれぞ 地域教会にここからは絞って私たちにとってはこの前橋キリスト集会を立て上げるとはこの集会がどうなることなのかそのために一体私には何ができるんだろうか地域協会を前提にここから先の話はしていきたいと思いますさてこの建て上げをみんなでやっていこうという時に えー、まず最初に大切なのは、目標が一致していることです。ちょっとわかりやすく、えー、建物としての教会堂を建築するということをちょっと考えてみましょう。私たちも二十数年前にこのグレースチャペルを建てたんですね、えー。ホールはできるだけ広くしたいけれども、そうすると台所が狭くなる。まあ、私たちは、 えー、昼食交わり会をすごく重視している、えー、食べ物にちょっと偏った、えー、重きを置く集会でしたので、えー、このホールの割に非常に広いキッチンがある毎週毎週姉妹たちが、えー、手作りで全員分のお昼を用意してくださってそしてそれをわいわい皆で交わりながらお昼を食べて交わる、えー、というのが私たちの 非常に重要視していたところですので、まあ、大きなキッチンを作りましょうと、まあ、いうことになったわけですのでじゃあどれぐらい大きくするのメインホールよりも大きなキッチンを作るのと、えーまあ、みんなでいろいろ話し合いながらここの窓は広い方がいいここはどうした方いい防音を入れようとかですね、えー、みんなで相談をしながらその青写真を描いていったわけです。最終的にこんな外観で こんな間取りでということがみんなで一致して初めて建築は始まるわけですよね。完成形の青写真を作らずに、またそこをみんなで一致することなしに、まあ、とりあえず土台作ってみようよ。とりあえずなんか植え立ててみよう。これでは立て上がらないんですね。では、本当のキリストの住まいである教会。 人々の集まりであるこの地域教会、生きた教会は一体どこに向かって立て上げていこうとしているんでしょうか。私たちは一人一人が皆例外なくこの教会を立て上げるために召されています。このことをみんなで一致してやっていこう。その時に、まず最初に大事なことは、 完成形のイメージがみんなで一致しているということです。私たちはどんな教会を立て上げようとしているんでしょうかこの集会が地域教会として立て上がっていくとは具体的にこの教会がどうなっていくことを意味しているんでしょうかこれは改めて考えてみないと案外一人一人バラバラではないでしょうかもしかするとある方は 今よりもっと活気と熱気に溢れて、たくさん人が救われて、どんどん人数が増えていくということを連想しながら、立て上げていこう。もう一人の人は、そうだよね。一致してるね。私たち、立て上げていこうと言って意味していたのは、別に人数が増えたり、活気ではなくて、優しい、愛に溢れる雰囲気に変わっていくということを意味しながら、そうだねって言っていた。もしかしたら別な第三者は、そうだ、立て上げていこう。 一人一人の聖書知識がよりこの増し加えられて皆が御言葉を熱心に学び質の高いクリスチャン的な会話ができるような集団を連想しながら立て上げていこうと言今言った内容は全部立て上げの一部分ですでも兄弟姉妹がこの同じ集っている教会を立て上げようと言った時に その完成形のイメージが一致していることがまず大事なんですよね兄弟姉妹あなたにとって理想の教会ってどんな教会でしょうか一人一人違うと思いますでも私たちが頑張って立て上げをするのは私にとって居心地の良い教会を作ることがゴールなのではないんです 私の思い描いている理想の教会を作ることではないんです。それは一人一人違うでしょう。誰のために立て上げをしているのでしょうか。キリストご自身がこの教会の所有者であり、ここを住まいとして立て上げたいと望んでいる方です。私たちはこの方の思いを実現するように、この方の教会を立て上げていくんですよね。 ではキリストがどんな教会を立て上げようと望んでいらっしゃるのでしょうか御言葉の中に書かれているんですよねえ最、ー、も,もそのことが具体的に書かれている箇所はエペソの4章だと思いますエペソの4章11節から16節のところをお読みしたいと思いますエペソ4章の11から 16までこうしてキリストご自身がある人たちを使徒ある人たちを預言者ある人たちを伝道者ある人たちを牧師また教師としてお立てになりましたそれは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためです。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり 一人の成熟した大人となってキリストの道満ち,満ちた見だけにまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがなくむしろ愛を持って真理を語りあらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。 キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。たった6節の中に、大事なことてんこ盛り、ぎゅーっと凝縮されている箇所であると思います。えー あまりにたくさんの重要ポイントがこの中に詰め込まれているのでちょっと分かりやすく整理してみたいと思いますこの11節から16節は大きく3つの部分に分けることができます最初の1112節はどのようにしてキリストご自身が教会を建てられるのかその1つ目のポイントが書かれていますそれはリーダーの役割です キリストご自身はリーダーを立ててこのリーダーを使って全員参加型で立てていかれるそのことについて最初のパートに書かれていますそして続く第2のパート13節から15節「ここに立て上げられていく教会はどんな姿か」ということが書かれています そして再び第3のパート16節ではどのように立て上げられていくのかということが具体的に書かれています。この第3のパートは一人一人の兄弟姉妹。各自が何をすべきかその役割が書かれているんですね。最初の部分にリーダーと全体との関わり。そして2番目のパートに立て上げられていっている教会の姿。 今日はここが中心になりますここにその私たちが目標とすべき教会のイメージここに向かって立て上げていこうという姿が書かれているんですねそして3番目にそのために私は一体何ができるのかまた何をすべきなのか次回はこの1と3のところを適用とか実例を交えながらお話をしていきたいと思っています今日は2のところを中心にお話をしようと 思いますではその真ん中の2のところに注目してみたいと思うのですがここに青い字でハイライトしましたが2つの特徴が立て上げられていっている教会にはあるということがわかるんですね、えー、まず一つ目の特徴に類するキーワードは一つとか一人つまり全体が一致していくという特徴です そしてもう一つのポイントとなるのは2行目以降にハイライトしてありますが道満ちちたみだけとか大人子供ではなくその大人とは最終的にキリストの姿に向かっていくことなんだ成熟です一致と成熟もちろんこの成熟は信仰的霊的成熟ですが それだけではなくて、人間的に、人格的に、社会人としての成熟もこの中に含まれています。えー、まとめてみましょう。立て上げられている教会の特徴。今ここに、立て上げられているという進行形で書きました。究極の完全な姿は、キリストが再臨された時に実現します。 私たちはその理想を描きながらでも次々と新しい人も加えられてきます悲しいけれども人間の集団の中では問題が起きることもあるでしょうその中でたとえ問題の渦中にある時代でも人がなかなか増えなかったりという時代であってもあるいはもうどん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 手に負えないほど新しい人が加えられてくる時代であっても進行形で一致が加えられてくる 一致が増し加えられ続けているのか成熟が継続して行われているのかここが注目すべきポイントなんですねまず最初に教会全体の一致が増し加わるということですが先ほどのエペソの十三節をもう一度見てみたいと思いますまず最初に何において一致するのか その一つ目のポイントが書かれています。それは、神の御子に対する信仰の一致。そして、知識における一致。この結果、一つとなっていくんですよね。もちろん、目に見える一致は、兄弟姉妹の中に争いがなかったり、表面的に話を合わせるとか、 喧嘩をしないように避けるとか。これが一致なのではないんですね。神の御子に関する知識。シューイエス・キリストはどんな方なのか。私のために何をしてくださったのか。ということは、あの兄弟のためにも何をしてくださったのか。今、キリストがあの姉妹に対してどんな期待を持っていらっしゃるのか。キリストは、 祈りに応えてどれぐらい具体的に私たちに助けを与えてくださる方なのか、巫女に関する健全な正しい知識を皆が共通して持っていく。この時に人格的な一致が健全に増し加えられていくんですね。そして巫女に対する信仰の一致。 この方方は信頼に値するるであるまだ信仰を持ったばかりの時には頭の中では分かっていても目に見えないこの方に自分の人生を御言葉を信じて委ねるできる範囲は限られていると思います勇気を持って本当に委ねた時にああこんなに具体的に私のことを 心配して取り扱ってくださるのかという体験をすると次はもう少し大きく委ねていくことができるそういった積み重ねが一人一人の信仰の成長ですよねこの巫女はどれだけ私たちが自分を委ねても裏切ることのない方である私たちが信じ切って祈りこの方に従ってゆくならば本当に私たちに リアルに答えてくださる方なんだということをまずね知識として一致しておく必要があるんですどこまで深くそれを体験できるかどんなに多く体験できるかは一人一人のこれからの信仰の人生歩みにかかっていますがでもこの方は絶対に私たちが信頼していくときに裏切らない方なんだこの巫女に対する信仰を一致させて いる分だけ私たちは教会全体の一致も強めていくことがでできるんですよねそれから成熟していくこの特徴は2つの面から描かれています一つは知識に関する成熟ですそしてもう一つは人格に関する成熟です 知識にについいててとはそののの真ん中中部分の中ほどにこう書かれていますね人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されなくなると生半可に頭でっかちに知識が進むと実はそういう人の方が教えの風にやられるリスクも増えてくるんですね。 成熟したこの霊的に成熟したクリスチャンは御言葉ばが自分の血となり肉となり悪賢い策略や一見すごく魅力的だけれども人を欺く教えに対して見分けることができるようになっていくんですね一人一人がそのように成熟していく 必要がありますそして人格的成熟愛をもって真理を語りあらゆる点においてキリストに似せられたものとなっていくキリストに向かって成長していくこの成果の内容については、えー、新約聖書の書簡の中にも至るところあらゆる書簡の中に具体的に書かれていますキリストに似た愛 キリストに似たその人格が築き上げられていくということですよね。これ、完成形って一体、途方もなく、えー、手の届かないような感じがしますよね。これ、全員がその、それに満ちたような状態になっていく。私たちはどこを目指してこの教会を立て上げていくんでしょうか。それは、このメンバー一人一人、 その中には、救われて、この間バブテスマを受けたばかりの方もいます。超ベタラの方もいます。またすごく聖書知識に進んだ方もいる。そうでない方もいる。でも、このメンバー全員一人一人が、一人の例外もなく、今の二つのこと。この教会が一致していくことと、一人一人全員が 成熟していくということを心から願っている、そういう兄弟姉妹の集まりになっていく。ここが私たちが目指すべき、立て上がっていってる集会の姿なんですよね。えー、立て上げられていっている教会の特徴とは、まず第一に、教会全体の一致が増し加わっている。 どうでしょうか私たちの教会は、5年前と比べて、より一致が増し加わっている感じがするでしょうかもしそうならば、立て上がっていっているということです。全然そんな風に感じないとか、いや、何か、あの、一致が壊れてる気がする。と、もしお感じになる方がいるとしたら、じゃあ、それを防ぐために、 それを改善にに向けていくために何が必要だろうかそのことを必死に祈りあるいは責任者に相談しあるいは自分が具体的にできる行動をとるこれが立て上げに携わっていくということですでも幸いのことに私たち5年前10年前と比較したときに一致が増し加わってきているように感じるんですよねそうであるならば これは立て上がっていっているということができると思います。丸二番、教会のすべての兄弟姉妹が、すべての兄弟姉妹の霊的成長を心から願い求めている。このメンバーの中には、バブテスマを受けて間もない方もいらっしゃる。大ベテランの方もいらっしゃる。でも、仮に救われて間もない方であっても、 自分の属しているこの教会のメンバー一人一人名簿を見ながら A 兄弟 B 姉妹が今よりももっと成果されてキリストに似せられて霊的に成長しますようにと心から望んでいるこれは日々立て上がっていっている教会の姿ですこのような願いを持つことは救われたその日から 教会に加えらられたその日から可能ななことなんですよね私たちはどうでしょうか集会の名簿を見ながら一人一人の兄弟姉妹を思い浮かべながらその A 兄弟 B 姉妹がキリストに寄せられて信仰が成長し霊的に成熟していくということを心から願っているでしょうか毎日一人ずつ名簿を見ながら祈っていくとします その時に、うこの人今日祈りたくない。もしそんな人がいるとするならば、さあ、祈り始めなければいけません。私はどうしたらよいのでしょうか。この人との間に何か心の中に引っかかるものがある。嫌な経験がある。嫌な記憶がある。死を解決しないと教会の立て上げにならないですね。 でも今すぐ簡単に解決しそうに思えません。どうしたらよいのでしょうか主よ、あの人との関係を良い関係にし、私が心からこの人の成長や主に豊かに用いられることを願うことができるように助けてください。もう立て上げが始まっています。その祈りに応えて主がすべきことを導いて くださるでしょうこうやって教会は立て上がっていくんですね。最終的な青写真は、もちろん、完成形は、主が再臨されるときですけれども、私たち一人一人が今、今日、自分の教会を立て上げるために、目指していく教会の姿は、これなんですね。この前橋キリスト集会が、今よりもよ,より一致が強められていくこと。 心かから望んでますかもちろんですよね。そして、名簿を見ながら一人一人の兄弟姉妹を思い浮かべるときに、この兄弟、この姉妹、一人一人が本当に霊的に成熟して、キリストに見せられて成長し、そして主に用いられてほしい、望んでいるでしょうか。そして、集会のメンバー全員、 一人残らずの兄弟姉妹が全員一人残らずの兄弟姉妹のためにそのように願い祈るそういう集団になりたいここが目指すべき青写真ですこれを毎日の兄弟姉妹のことを覚えて祈る取りなしの中でこのイメージに向かって祈っていくんですね その時にいろいろな必要なこと、私自身が悔い改めなければいけないことや、あ、怠慢だったな、とか、これは責任者に相談した方がいいんじゃないか、といったことが具体的に炙り出しになってくると思います。それを一つ一つ、主が支えきかけられることに応えて、動いていくならば、また祈っていくならば、確実に教会は成長していきます。 立て上げられていきます。さあ、ここまでまとめてみましょう。立て上げられていっている教会の特徴は、一致がだんだん増し加わっていくこと、そして、すべての兄弟姉妹一人一人が、すべての兄弟姉妹一人一人の成長を心から願っている。そんな教会です。これを理想として、これを私たちの一致した立て上げのイメージとして、 共通して持ちながら祈り求めて、主から示されるならば必要なアクションを取っていきたいと思うんですね。こんな教会となっていくために私には何ができるでしょうか。次回はその具体的な実例なども含めて、より実践的なことを考えていきたいと思います。さて、この緑色のテキストを開きますと、 2番の括弧2というところに多様性と一致という項目があるんですね今日は残る時間この部分をともに考えていきたいと思います多様性と一致神の御心に沿って一人一人が成長すると本来神が与えたその人の個性や賜物が発揮されてきます一般には 個性が発揮され多様性が大きくなるほど一致は難しくなります一致を犠牲にする多様性は自己中心であり多様性を認めない一致は不自由ですしかし神の御心に沿って教会が立て上げられるとき多様性と一致がともに伸ばされていきます、えー、先ほどのエペソの箇所の16節のところにこのようにありました キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになりますと。実際の教会が目に見える変化をもって立て上げられていくのは、節々と部分の相互作用によってだということが書かれてるんですね。節々とは一人一人の 兄弟姉妹をつなぐそのつなぎ目です。えそしてそれぞれの部分、これは個々人です。兄弟姉妹は体に例えられていますけれども、ある人は目の役割であったり、あの人ある人は手の役割であったり、えそれぞれ主から与えられている立て上げのための賜物が違うんですよね。それが豊かに発揮されるということは、兄弟姉妹の違い、多様性が、 より豊かに顕著に出てくるということです。成長している教会の一つの特徴は、兄弟姉妹の多様性、特徴、個性が遺憾なく発揮されているということです。そして同時に、結び目、これはつなぎ合わせる、一致ですよね。成長している教会の特徴は、全体がより深く一致してくるということです。しかし、一般には、 多様性がいかんなく発揮されるということと一致が強められるということは相反するものでなかなかこれを同時に実現するということは難しいんですよねテキストに書いてありますけれども多様性と一致をより豊かに同時に実現していく例として体の器官音楽チームスポーツ といいうものが書かれています、えー、これはそれぞれ見言葉の中にも、えー、この例えとして用いられているものなんですよね。ちょっとこの3つのことを例に考えてみたいと思うんですけれども、えー、教会に適応して考えてみたいと思うんですけれどもちょうど今サッカーワールドカップ真っ盛りなので、えー、チームスポーツから順番に3・2・1の順番で見ていきたいと思います。 まあサッカーは11人の選手がフィールドに出てピッチの上でゴールネットにボールを入れるという非常に単純な一つの目的に向かって非常に高度で複雑なやり取り技術を発揮するわけですよね。でその11人の中には一番後ろのゴールキーパーから 最後のテントリアのフォワードまで各役割があるわけですけれどもここにさまざまなこの自分のボールを奪いに来る敵からそれを出し抜いてパスを味方に通し裏の裏をついてそのパスが見事に最後にそのシュートを決める人が決めやすい場所にラストパスが上がるようにということを11人が。 大声で話したら相手にバレますので、アイコンタクトを取りながら、戦術を使ってやっていくという、非常に面白いスポーツですよね。これちょっとね、教会の中で、シュートを決めるになぞらえた例で考えてみたいと思うんです。例えば、特別伝道集会。これからクリスマスの時期に、 1>, 1年でも最大の特別伝道集会と企画していく時期になりますけれどもあの伝道集会の時のゴールネットを揺らすシュートとは求道者が進行告白をするということですよねで。ここに向かってみんなで一致して働くのです兄弟姉妹がそれぞれの個性や賜物をいを遺憾なく発揮しなおかつそれがパスでうまく 連携していくというここに私たちの目指す姿があるわけなんですよね。よく、えー、このバプテスマ式の証とかまあいろいろ交わり会で自分がどのようにしてクリスチャンになったかという証を聞くことがあります。一人一人本当に違う証しで感動するんですよね。まあそして時々実は私はまあこんな風にもうクリスチャンに何の興味もなかった。 あるいいは反対していたけれども、えー、こういう人との出会いがあって教会に来て最終的に何年何月の特典で「誰々」という伝道者のメッセージを聞いている時にそのメッセージによって私は信仰を持ったんです。でみんな「ああそうだったのか」いやメッセンジャーの方それを聞いたらもう嬉しいと思うんですよね。あの時の僕の時僕メッセーージでシュートが入った 決まったとということですよねしかし、クリスチャンになって、この教会の立て上げを真剣に祈り、ある年数を経た、このクリスチャンは、だんだん分かってきます。自分が信仰告白をしたときには、あの一回の集会のあのメッセージで自分は信じたと思っていたんだけれども、それは最後のシュート一本であり、 そのシュートがゴールを揺らすために一体どれぐらいのパスが連携プレーで繋がれていたのかということです。まず自分を誘ってくださった方がいる。いや、それ以前に祈っていた方がいる。だんだんこんな風に祈っていたんだよっていう話を聞くうちに、実は自分が聞いていないもっと多くの人が多分祈りの舞台で働いていたんだろうな。 自分が初めて教会に来たときにどうしようかなもうこの教会の敷居は高くてどうしようかな行ったり来たりし,しその時に思い切って玄関開けてみたときに飛び込んできたその玄関にいた方の笑顔あああったかいなよくいらっしゃいましたこちらのスリッパ使ってください最初のあの人の笑顔があったので私は教会の中に入れた まずここでパスが一本通ってるんですよね。もしかしたら、講壇の横に行けられるお花、そのお花が、聞く方の心を和ませたかもしれません。優しい声かけや、メッセージの前の賛美歌が、実はそのメッセージが心に入る舌ぞないをしていたかもしれません。一人一人の持ち場は違うのですけれども、 その賜物ががいにににパスが通っっててて連携して最終的にゴールに至っているんですよねどんな一人の超カリスマ的な人が一人のこの働きによって魂を勝ち取ることよりもそんなカリスマ的な存在がいなくても小さな働きをするその一つ一つがきれいにパスが通って連携して一致して 一つのゴールに至る方がどんなに美しいでしょうか実はキリストが望んでいる教会の姿はこのきれいな連携が一致のうちに行われている教会ですそして一人一人の個性やその賜物がより豊かにより高度に生かされているならばより大きな実りをもたらすでしょうですからそれぞれはその賜物を より訓練されて、より豊かに用いられるように成長させていくべきです。でもそれは自分が活躍するためではないんですね。自分があまりにその自分のパフォーマンスを、えー、ハイレベルに生かしたがために、パスが途絶えるってことあるんですよね。連携がぎくしゃくするということがありうるんですよね。私たちが目指すのは、この 教会全体が見事な一致の中に連携プレーがきれいに通って一つのゴールに向かっていくという教会の姿ですそれから音楽そこにオーケストラの写真がありますけれどもオーケストラの楽器はそれぞれ 一つ一つの楽器が全く違う特徴を持ち、全く違う音を奏でます。まあ、バイオリンとチェロは似てるかもしれませんが、シンバルとは全く異質のものです。一人一人のその音楽の技術は高くなればなるほどいいでしょう。しかし、一人一人がよりその演奏技術のレベルが上がってゆき、 より自分の考えを持ち、より高いパフォーマンスを目指していったときに、一致は難しくなるんですね。そこには指揮者が必要です。より高い演奏技術を持った者たちが、指揮者のタクトにぴたりと合わせて、その指揮者の奏でたいハーモニーを理解して、 そこに自分の技術を生かしていくならばとんでもなく素晴らしい音楽がそこに奏でられるわけですよね、えー、しかしもしこの自分の技術とか自分の考えにあまりにこだわる人がこのオーケストラの中に一人いて指揮者のタクトに対しても不満レベル低いなと ということで、他のメンバーはみんな指揮者に合わせて演奏してるのに、いや、ここはもうちょっと長くすべきだと。私がこの中ではトップレベルの演奏者だからということで、一人でビートと長くしたらこれはハーモニーの破壊です。全体としての完成度。全体として多様性と一致が見事に 調和することを目指していくこのようなハーモニーを教会の所有者であるキリストはすごく喜ばれるんですね。この教会を住みかとしたいキリストはご自分の住まわれる宮として一人の傑出したカリスマ的な能力を持つ人のソロ演奏よりも皆がそれぞれ 自分の個性を出しながら一致してハーモニーを奏でるようなオーケストラそんな特徴を持った教会に住みたいと望んでいらっしゃるんではないでしょうか最後に体の部分、えー、ちょっとテニスプレーヤーの例を考えてみたいと思うんですけれども大坂なおみさん一時期世界ランキング1位になっていました彼女の持ち味は 強烈なショットサーブは高速サーブ200キロを超えると言われるわけですよね、えー、さて彼女は右利きです常にラケットを持ち主役を演じているのは右手なんですよねキリストの体である教会その中の一人一人の兄弟姉妹は体の各部分に例えられます 神様が作ったこの体って、いろいろなパーツが左右対になって2つずつあるんですよね。目も2つ、鼻の穴も2つ、手足も2本ずつ。生まれた時に右手と左手は同じ能力です。平均的には。しかし右利きの人は右手をたくさん使うことによって、右手の方がどん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 技術が向上し、スポーツ選手の場合には利き腕で ラケットを持ちボールを打つことになるわけですよね。もし、このスポーツ選手の体を構成している一つ一つの部分が人格を持ち、左手が右手に対して不満を抱いたとします。自分たちは生まれた時に、全く同じ長さ、全く同じ能力だったのに、なんで右手だけがラケットを持たせてもらえるの なんで右手だけがこうやって写真の前面にいつも映るの左手の私って何もう左手ちゃんと役割してるんですよね。っ。っ。っ。右手がより力強く打てるように最善の位置でバランスをとってる。っ。っ。っ。私たち生まれた時同じ能力なんだけど、なんで常に私は裏方なのバランス取りしかさせてもらえない。 同じことを思った兄弟姉妹いませんかあの人と同じ年にバプテスマを受けたのに。そして、人間的能力からしたら、あの人と私ってそう変わんないのに。いや、正直私の方が上手だと思うんだけどな。なぜあの人は、証やメッセージの機会が多くて、私には全然声がかからないの妬みの思いが出てきたり。もし、 大阪直美さんの左手が右手に対してジェラシーを抱いたら絶対に勝てません。バチンと打とうとしている時にラケットを奪い取りに行ったり、裏方ばっかりが嫌だということで、バランス取りもうしないとかね。これでは勝てないんですよね。体の一つ一つのパー,トパーツは体の持ち主である。 ナオミさんが勝利するということが喜びなんですよね。私たちは体の各部分です。この体の持ち主は誰でしょうかキリストです。キリストがある伝道メッセージを語りたい。キリストがある助ける役割をしたいといったときに、持ち主であるキリストが一番快適に、使いやすい体の役割を私たちは担えばよいのです。 私と同じ時に生まれたあの兄弟がメインメッセンジャーで使われるとしたならば、いかにその方が語りやすくするか、そのために祈り、お手伝いできることをし、誰がメインでもいいじゃないですか。持ち主であるキリストが、ご自分の体を一番自由に使えて、 その目的を達成られるために私は自分の今置かれているポジション自分の体の部分を全力でその役割をこなしていくこういう一つ一つの部分の集団そんな教会になりたいですよねキリストご自身がこの教会の所有者でありここを住まいとして立て上げたいと望んでいる方です 私たちはこの方の思いを実現するようにこの方の教会を立て上げていくんですよね、えー、さてこの多様性と一致を実現させていくためにそれでは私たちは一体何ができるだろうか教会立て上げという主からいただいたこの使命に携わる私のなすべき初めの一歩は 自分の属しているこの教会の全兄弟姉妹をよく把握することですそして全兄弟姉妹一人一人のために祈り始めていくということです具体的には次回お話ししたいと思います、えー、今日はここまでで終わりにしたいと思いますそれでは最後に一言祈っております